バルムゼンは、ドイツ連邦共和国ニーダーザクセン州のニーンブルク、ベーザー軍に属す、町村である。この町は、ザムトゲマインデウフテを構成する、自治体の一つである。バルムゼンは、北東のウフテと、西南西のディーペナウトの間、グローセモーアの南東を約5キロメートルに位置する。法や白の文書集には、バルムゼンが1069年、 ボーンホルストが1210年、ブリュニングホルシュテットが1289年に、それぞれ初めて記録されている。法や白陵と民伝主教陵との境界に位置することから、その貴族をめぐって、中世から両者の争いが起こっていた。ボーンホルストにも、バルムゼンにも母大樹が植えられている。これは30年戦争の時代、ティリーハクが裁きの木としたもので、 ティリーリンデンとして知られている。1582年にこの村は、ブラウンシュバイクリューネブルク公の所領となった。その後19世紀には、ハノーファー王国領となり、1866年からプロイセンに属した。この町は1974年に、ザムトゲマインデンフテの設立に伴い、成立した。バルムゼンの町議会は15、議席からなる。 バルムゼンは1990年のニーンブルク軍で最も美しい村コンテストで第1位を獲得した。ありがとうございます。